24時間全国どこからでも対応できます。香川県下では警察本部通信指令室につながり、そこから指示を出し、話を聞いている間にも近くのパトカーや警察官を現場に向かわせることができます。110番の中には、耳や言葉の不自由な方のためにファックスや携帯電話メールで110番ができます。ファックス110番は087-831-0100をかけてファックスで送ってください。携帯電話メール110番は kk110@docomo.ne.jp にメールをしてください。110番をかけるとき、冷静でいられる人は多くありませんので、こちらが質問することに落ち着いて話をしてください。はじめに、何がありましたか、事件ですか、事故ですかとお聞きします。事故をしましたとか、泥棒に入られましただけでも構いません。次に、どこでありましたかとお聞きします。場所がわからなくても、周りを見回し、近くにあるお店の名前やバス停、信号機についている交差点名をそのまま伝えても大丈夫ですし、交通標識や電柱に書かれている番号を読み上げても場所がわかります。そして、いつ頃ですかと事件事故が起きた時間をお聞きしますので、何時何分頃ですとか、30分前です、ついさっきですと分かるように答えてください。もし犯人がいる場合は、その犯人が逃げた方向、服装、人相などをお聞きします。あと、今どうなっていますかとお聞きします。事故で怪我をしている場合などは、救急車に連絡する必要があるため、その状況をそのままお伝えください。最後に、あなたのご住所、名前、電話番号を教えてください。このような質問をしますので、慌てずに落ち着いて答えてください。香川県の110番は年間で約91,000件、多い時で1日300件ぐらいかかってきます。電話回線にも限りがありますので、いたずらや緊急でない場合に110番をされると、事件事故など緊急でかけてきた人の電話がつながりません。いたずら目的の電話は絶対にしないでください。そして、緊急でない場合は警察相談専用電話#9110にかけてください。はい、110番警察緊急ダイヤルです。事件ですか、事故ですか。